どれが前髪かわからない。なるほど。ここが要はちょっと薄く見えちゃう。はい。なんかしっくりこない感じ。うん、短くすると大体いつも疲れて見える。うん、言われます、うん。同じぐらいの年の人がやってもらってると安心する。うんうん、そうですよね。よろしくお願いします。一応だから相談コースというところで、はい、同年代の方が綺麗になっているのを見て、はい、絶壁、大長、猫広でちょっとどうにかしてよみたいな。背が生え際とかうねうねってしたりとか、うん、その日によってそれは夜乾かし方がいけないのか、分かれる場所が違ってたりとかで、うん、どれが前髪かわからない。なるほど。今前髪のその幅とかで悩まれてるっていうのもありますかね。割れちゃったりとかする。あ、割れます割れます。ここが要はちょっと薄く見えちゃう。はい、なんかこことかもデコ黒くなってるので、はい、それも余計。絶壁っていうのはこの後ろのなんかペタンコで髪の毛が柔らかいとか少ないのですぐこうペタンとなるんだけど、うん、なんかいつもこの辺がモワモワしてる感じ。モワモワしちゃう。癖もありますね。キュッてしたいのに、なんかこういつも四角い感じ。襟足の癖が結構強いんじゃないですか。これで多分こっちがモコッとしてるから、よりその絶壁に感じてるっていうのはあるかもしれないです。まあこんなもんですけどね、みんな。まあ、要はちょっとふんわりしたいみたいなとこありますよね。短くしたいんだけど、すると違う感じになるっていうか。誰風になりたいですか。誰風とかはないんですけど、ちょっと短くてキュッて締まった感じにしたい。こうなんか四角い感じの、ちょっとおかっぱっぽくなっちゃうとこですよね。はいはい、癖も少しあったりとか、髪の毛のこの、まあ、そのおしゃれの絶壁っていうところとか、おでこの幅的なところが気にしてるのかなっていう気がしますけど、そんなにめちゃめちゃ大物のタイプではない気がします。あ、そうなんです。おでこの幅が広いだけだと、なんかしっくりこない感じ。短くすると大体いつも疲れて見える、うん、言われます、うん、前短くした時そうだったんで、なんか短くもうちょっとしたいんだけど、なんかちょっとどうしようかなっていうのは。何がそう感じさせてるかをちょっと考えてみたんですけど、うん、はい、多分髪の毛のふんわり感っていうところとボリュームゾーンっていうのが合ってない気がするんですよ、うん、はい、要は下が厚みが出ちゃってて、トップのボリュームが出てないと重心が下に下がるじゃないですか、はいはい、そうすると少しこう重たく見えちゃうんで、うん、これでやっぱちょっと上げた方がまあよりすっきり見えるし、ひげ型に入るかなっていう気はするので、はい、ちょっと作戦としてはここのたるみのところの厚みが出ちゃうんで、うん、ここをカットでこうキュッとさせるっていうところがまず一つ、うん、あとは癖ですかね、はい、うん、細分化しましょう、はい、解決したいこと。一番最初にこうなったら嬉しい、何がいいですか。前髪の割れですか。前髪の割れ、ここの幅が広いんですよ。こう、そう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 、そうなんです。でここの幅も広いんですよ、うん、だから多分風吹くとこうなっちゃうんです。そうなんです。風吹いた時はこうやって自分でも出しちゃう、割っちゃうみたいな。割っちゃう、もう最初からもうこうしちゃう。その後はもう自分でこう下ろしたりも頑張ってやるんですよ。下ろす時と下ろさないと、なんかその時のコンディションによる、うん、癖を伸ばしたりとかしたことはあります。ストレートは前にかけたことがあるんですけど、あります。そうするとこういうまっすぐ感じになっちゃう。あ、なるほど。少ない前ですか。すごい前です。すごい前。5年も6年も、あ、10年とかそういうレベルってことですね。ちょっとこう癖があるじゃないですか、うん、で、宿毛矯正をやるほどでもないんですよ。まあ、やってもいいんですけどね、はい、うちだと髪質改善とか変わるものがあるので、うん、今日相談コースじゃないですか、はい、何を解決したいかを明文化して必要なメニューを僕やるんで、はい、だから何でも OK なんですよ、逆に言うと、うん、今その前髪の割れ、これカットで直します、はい、癖は改善で直します。先住グループ全部髪質改善のメニューをそのもう全てマニュアル化してあるんですけど、髪質改善をやってあげるとめちゃめちゃメンテナンスもすごい良くなるし、もしお住まいがここ遠かったりしたら、はい、近くの店舗でもそのメンテナンスとか髪質改善できるし、うん、それでもめちゃめちゃコスパ良くなるし、うん、ありなんじゃないかなっていう気はしますね。 あと解決したいこと2個目としては何がありますか。このモワ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 、あ、じゃあこれも改善でいける。改善の方、うん、あ、じゃあ改善だなあと、まあ、白髪が、うん、私染めても染めても、うん、長い白髪がこう突然現れるんですよ。それは急に伸びてるってことなんですかね。なんなんで、薄めの染め剤でやってるんじゃないですか。そういうことなんですか。そうそうそう、長くなってきちゃったやつが気になるなら、お白髪染めとかにシフトしてやってもいいし、うちだとあの優しい脱白髪染めっていうのもあるんで、白髪を薄く染めながら伸ばしていくっていうこともできるんで、うん、そういう作戦もあり。あ、そっちの方がいいのか。がっつりじゃないハイライトみたいになる。なんか僕もそう思いますよ。暗くするとそれこそおかっぱみたいな重たく見えちゃう。そうなりますよね。そう、そんなタイプ。だ、悩みの種はいっぱいあるけど、うん、全部まとめると白髪に関しては染めるしかない、はい、でそのおかっぱのところとか前髪のところはカットと髪質改善で全部改善できちゃうから治っちゃうんで、はい、勝ちです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんで長さは今のバランスを整えさせてもらって、うん、合わせます。バランスは、はい、お願いします。じゃあちょっと美穂だけ写真撮らせてもらって、はい、はい、お願いします。ちょっと待ちくださいね。
千住に相談で検索。じゃあ塗っていきます。はい、お願いします。これで朝楽になりますよ。うん、楽しみです。うん、秋服知らないですよね。わかんない。そうそうそう、動画に今回初めて出るし、はい、青山の出勤も多分5、6回目ぐらい、4月ぐらいからがっつり青山です。はい、よろしくお願いします。彼はもう優秀な、聞いてくるね、質問の角度がね。質問が上手な人って頭いいですよね。そう、めちゃめちゃね、多分ね、頭の回転早いですよ。これでちょっとカバーして時間を置きます。はい、で時間を置いて流してきたら、もうトゥルトゥルします。あ、楽しみ。はい、はい、さあ、お疲れ様でした。はい、お願いします。シャンプーが上がってきて、もう収まり全然違いません。うん、なんかいつも洗ってほっとくと、もっとチリチリ感が、うん、そうですよ、もうだから勝ちです。先にメインディッシュの前髪からいきますので。はい、おっしゃったじゃないですか、モデルさんみたいな人じゃなくて、なんか自分と同じような年代の人も綺麗になってるっていう、おっしゃったじゃないですか。多分この動画を見て人は同じことを思います。最初から、あ、この人絶対もう可愛いの分かってる、こういう人がもっと可愛くなるのは分かるんですよ。同じぐらいの年の人がやってもらってると安心する。そうですよね。僕からするとほぼ年代はぶっちゃけ関係ないんですよ。20代の子も来るし、10代の子も来るんで、4歳もいますから。共通してるのは自分の髪をもっと好きだとしてどうしてもやっぱり今の情報社会だとネガティブワードが目につくんですよ。そうですよね、これは似合わないとか、そういうのが。でも本来髪の毛ってみんなあなたの髪は全て美しいっていう考え方があって、もともと綺麗なんだけど、誰かと比較してこれがああだなっていう概念が生まれるから嫌だった。なるほど。僕はやっぱね、年齢はあんま関係なくて、40代になってちょっと昔より髪の毛が細くなったいいじゃないですか。むしろそれをどう生かすか、それを戻すっていう発想にすると戦うことになるんで、そこじゃないかなって思ってて、なんかもうすでに自分のある美しい要素をどう生かすかっていう考えにシフトしてほしくて。素晴らしい。そう、いや、希望が持てる。そう、僕の本領を発揮するのって、人類をポジティブに巻き込むスピーカーとしての仕事があるんです。だからこそそこ部分をいろんな人が感じてほしいなし、等身大で私も大丈夫なんだなって思ってもらえたら、僕の仕事の意味があるんですよ。勇気がもらえる。そう、知ってます？なんか AI やってるやつ。 AI、 AI 事業もやってて、家にアレクサみたいに僕いたら便利じゃないですか、いけるじゃないですか。まあ、例えば歯医者さんとかでもそうですけど、虫歯なのに気づけないから歯医者に行かないですよね。そうですね。そう、なんで気づけないかって知識がないからなんです。でも知ってたら行くじゃないですか。そうなるともっと歯が健康な状態で行けるわけですよね。風邪もそうじゃないですか。風邪ひく手前で知れたら病院行くじゃないですか。それと一緒で病院も何をこうしたら病院に行かないといけないっていうのを知識がないからできない。それをアレクサみたいに家で質問したら答えてくれたりとか聞けるようなもの、直接僕が噛み切らなくてもその知識を送ることができるので、人類全体で見たら幸せなんじゃないかなっていう。すごい。そうですね。どうですか、前髪。おお、なんかまっすぐ、めちゃめちゃ綺麗。よかった。いいですね。これで一旦乾かしますね。はい、あとドライで切ります。はい、あげると全然違いません。ふんわりしました。柔らかいですよね。うん、バームです。はい、ショートは、ね、結構バームがいいかも。しっかりと下から上につけて、お土産もつけてあげて、小指の、ね、爪ぐらい出してあげると。うん、つけると全然違いません。よりしっかりいい感じに。そうそうそう、より自然に立ち上がるという、うん、でバームつけて中さん出してあげるとこんな感じ、うん、首がね細く見えます、はい、全然違いません。すっきりしました。最初のウェイトバランスと位置がちょっと上がっただけなんですけど、うんうんうん、全然違いますよね、うん、後ろ触ってみてください。あ、なんかあの、そうなんです。ポモっていうと、このそう、モコっていうのがないですよね。すごいポイントです。ほら、あ、すごいすっきりしてる。 C 型に入ってきます、うん、横のサイドもこういうお土産が来て、はい、これがあるんで、うん、ほら割れずに済むと。あ、
はい、ありがとうございます。これですね。じゃあアフター撮りましょう。はい、はい、ということで、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ビフォーアフターをお見せしたいんですよ。まずビフォー、はい、壊れてますが、あいいですね。こうですよ、スマイル、キュッとしました。そうなんですよ、やっぱりここの収まりがやっぱすごい綺麗だなって思いますね、うんうん、いい笑顔こんな感じです。結構あの改善すると髪の収まりはすごい良くなると思うんで、うん、お家でスタイリングするときもすごい綺麗に使えると思うので、はい、ぜひあのスタイリング、はい、今日あの使ったバームやってもらえたらよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。来てよかったです。いや、そう言っていただけると、はい、ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。赤いマフラーが素敵ですねありがとうございます。さよなら。はい、またありがとうございます。ということでどうでしたか。素晴らしかったです。結構やばいでしょ。サラサラでした。まとまりも良くなりました。怖かったです内側の癖とか見てほしいんですよ。あの縮毛矯正ほどシャキンってしないで、いい感じにこう収まるっていうところがポイントなので、はい、前髪とかも特にちょっとなんか湿気でやばいんですよねっていう人とかはぜひあのやっていただけたら確実に未来は変わりますんで、よろしくお願いします。概要欄にいろいろ千住の店舗載っておりますんで見ていただけたらなと思いますんで、あとですね、皆さん私もやってほしい内田さんにって方はですね、下のイメージン企画応募のところから応募していただければやってきますんで、ぜひふるってご応募いただけたらなと思います。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。千住なら叶う。あなたの髪はすでに美しいです。でももし悩みや思いがあるならきっと理由があるはず。全国各地の千住メンバーがあなた自身の可能性を広げます。あなた以上にあなたの髪を思う千住。